カザフの新疆脱出は1950年代から1960年代にかけて発生した中華人民共和国の新疆ウイグル自治区に定住してきたカザフ民族の2回の国外脱出を指す。中国では新疆ウイグル自治区を中心に多数の民族が古くから定住し生活している現在中国の民族識別工作によってカザフ族と識別された。 カザフ民族もその一つであり、1930年代から、清世祭の火星や魔法ルによる虐殺などで移動を繰り返してきた。国境内戦を経て、中国の指導者となった中国共産党は1949年に、中華人民共和国を成立させ、中国人民解放軍のウイグル侵攻により、新疆もその一部となった。中国政府は、 カザフ民族の伝統的な生活様式である、部族主義やイスラム教を保障も否定もしなかった。1950年、中国政府の統治を嫌がった、カザフ部族は、バルクルに集まり、投票の結果、自分たちの生活様式を保つためカシミールのステップ地帯に脱出することを決めた。これが1回目のカザフ脱出である。カシミールを目指すカザフ部族は、 中国共産党軍の支配域を通過する際に攻撃を受け、初めの攻撃はクムル地区のバルクル、二回目の攻撃は青海省ティムルリック近辺でそれぞれ起こった。攻撃から生き残ったカザフ部族はチベットに逃げ込んだ。中国共産党軍の攻撃だけでなく、病気などによってもかなりのものが命をなくし、三ヶ月かけて シベットの山々を越えかシミールのシュリーナガルにたどり着いたカザフ部族の数は400家族から350家族ほどになった。1962年2回目の脱出が行われた。今回カザフ民族及び他の少数民族たちはソビエト連邦に脱出した新疆で起こった集団暴動や共産党政府がカザフなどの少数民族に押し付けた。 彼らの生活様式に反する改革のためであった。ありがとうございます。